ハワイ被告は去年の参院選をめぐって地元議員らに現金を渡し買収した罪に問われていますきょうの法廷では平本徹広島県議が証言し自身の妻が安里被告から現金30万円を受け取ったことを認めた上で危ないお金だと思った無関係の妻に渡したことに憤りを覚えると話しました また現金を渡された後の去年12月に安里被告本人からあれなかったことでいいよねと電話があったと証言し口裏合わせだと思いましたと話しましたこの証言の途中安里被告が法廷でうふふと声を立てて笑う場面もあり弁護人から肩を叩かれるとすみませんと座ったまま頭を下げました